はい、こんにちは。今回はですね、独学で受験勉強を成功させるための秘訣3つをですね、お伝えいたします。私もですね、独学で、行政書士試験ですね、合格したんですけども、今回はですね、宅建士、これもですね、独学で勉強してます。もちろんですね、通信の予備校とか通ってもいいかとは思うんですけど、今回はですね、私の体験なんかも元にしながらですね、独学で受験をしていく場合、この時のですね、秘訣ということをですね、3つお伝えしていこうと思います。このチャンネルはですね、主に大人、社会人向けの勉強、それから資格受験に関する情報をですね、お伝えをしていっておりますので、ぜひですね、興味のある方はチャンネル登録お願いいたします。それではですね、早速始めていきますけども、独学でですね、勉強していく、やっぱりですね、これ結構やっぱり大変なんですね。特に塾に行って手取り足取りですね、カリキュラムが組まれてあって乗っかって勉強していけばいいというわけでもなければですね、誰かがコーチがいてですね、コーチングしてくれるわけでもないということで、結構ですね、やっぱり独学の勉強ってメンタル的にもですね、勉強内容的にもやっぱり大変なんですね。で、私もやっぱり独学で勉強していて思ったのがですね、スケジュールの立て方ですね、これがですね、やっぱりなかなかどのぐらい何をいつまで勉強していればいいのかっていうのが分からなかったんですね。なので私がですね、参考にしたのがですね、これ秘訣の一つ目なんですけど、いろんな、予備校とか、それはオープンされている情報ですよ。オープンされている情報で、こういう感じでカリキュラムを進んでいきますっていうのが、大体載ってることがやっぱり多いですね。例えば4月から5月は民法のこういう部分をやる、並行して行政法のこういう部分を学習していくっていうの形で、試験の本番までですね、どのような科目をどういうふうに進めていくのかっていうのが、カリキュラム例みたいなものがですね、情報として、参考情報として載ってるケースがあるんですね。私はですね、それを参考にしながらですね、そしたら私は自分自身の、今の知識とか理解に照らし合わせて、何をいつまで勉強すればいいのかっていうのを、月単位のスケジュールに、自分でですね、それを落として、管理をするようにしました。そうしないとですね、やっぱり、独学で一人でずっと勉強していくわけですから、何をいつまでやればいいのかっていう指標が全然わからないんですね。なので、まずそういうマイルストーン、何をどこまで勉強するかっていう指標をですね、何か参考になる、できればですね、根拠のある、モデルケースとなるような情報を元にして自分に当てはめるということをですね、まずしてみてください。これですね、やっぱりしないとですね、ずる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 ですね、同じことをですね、もう直前期になってもまだ、前半部分しか結局終わらなかったみたいな感じにですね、なってしまいますので、ぜひですね、そこは注意してやってみてください。そして2つ目がですね、これはですね、同じ独学で合格した人の、体験談とか、どのような勉強していたかって、これをですね、今でしたらいろんな動画とか、情報結構手に入りますよね。いろんな人が発信してますので、私なんかもですね、自分の独学の体験談なんか、過去の動画でもいっぱい話してますので、参考にしていただきたいんですけど、同じ自分が目指す資格ですね、これを独学で合格した人、こうした人の体験談をいっぱい聞くことですね。そうすると今の自分がですね、独りよがりになってしまわずに、その人たちと比較した時に、今の自分がですね、どういった位置にいるのか、これがですね、やっぱ客観的に合格した人と比較して、どうだったかっていうのがですね、分かりますんで、ぜひですね、その合格、独学で合格した、先輩たちの経験をですね、どん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 自分の中にですね、取り入れるということをですね、ぜひしてみてください。これもですね、結構自分の、勇気にもなりますし、同じ独学で合格した事例があるということですね、結構自分の勇気、自信につながってきますよね。自分でもじゃあやれば独学でもう決して無理ではなくて合格できるんだということがですね、分かってきますので、そうした実際の独学で合格した人たちの経験談、これをですね、いっぱい自分で浴びるようにですね、接していくようにしましょう。そして3つ目がですね、これがですね、最初の1つ目とちょっと関連するんですけど、自分の勉強のスケジュール、そして記録をですね、きちんとつけましょうということですね。何か手帳でも一覧表でもいいんですけれども、私もつけてましたけどね、だいたい何月から何月まではここまで終わらせる、で直前期になればこういう状態にしておきたい、直前期はこういうところをですね、最終仕上げていきたいというような管理表、スケジュール表をですね、きちんとつけるということですね。そして記録をですね、つけていきましょう。そんなに細かくなくてもいいと思います。1週間でも、日によって毎日デイリー単位でつけてもいいと思いますし、1ヶ月とか1週間単位でもいいと思うんですけど、何を今自分がどこまでやれて進捗はどのぐらいいるのか、立っているのか、
自分の進捗ですね、学習進捗がどういった具合になっているのかっていうところをですね、きちんと記録をつけて見れるようにしておくということですね。頭の中だけでこのぐらいやったとか、頭の中で管理してるとやっぱりちょっと弱いんですね。ちゃんと目に見える、可視化してですね、目に見えるもので、パソコンでも紙でもいいですから、目に見える状態にして記録をつけて、それをですね、できれば貼っておく、壁とかにですね貼っておく、私なんかもしてましたけど、壁とか机に貼っておいて、今何月の6月のこの時点で今自分はどこまでやった、で今後ですね7月にかけて何をやらなければいけないっていうのがですね、まあ、一目瞭然に見えるようにして、そうして管理をしていくということですね。これをですねぜひしていきましょう。これをしないとですね、結構ですね自分の計画思ったように進まないということになってしまいます。で自分が今どこにいるのかっていうのをですね、きちんと常にパッと見れば分かる状態にしておくっていうこと、これ安心感にもつながるんですね。自分一人で黙々と勉強していて、進むべきところ、進むべきところまできちんと今行っているのかどうか、これがですね分かれば結構安心感にもつながって、いい勉強のですね、影響にも出てきますので、ぜひですねこれも実践してください。はい、ということでですね、今回3つ独学受験成功する秘訣3つをですねお伝えしました。まあ、今ですね独学で臨まれている方の参考になれば幸いです。では本日はですね以上とさせていただきます。今後もですねお役に立つ情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それから参考になったということであれば高評価ボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それではまた。